ちょっと頼みたいことがある。聞いてくれるか。ありがたい。他に頼めるものがいないのだ。それで何をすればいい。アド様が何度か言っていたが、私には幼馴染のサムラという男がいたのだ。ああ、覚えている。サムラは人間とサトゥロス族は分かり合えると信じていた。数年前、人間と争いになった時、サムラは戦争を止めようとアリステルへ向かい、そのまま帰らなかったんだな。あいつはもう生きていない。それはお前の持つヒストリカを見ればよくわかる。それでもサムラの魂は安らかな眠りにつけているのならいい。だがあいつの魂はまだ安らかな眠りにつけていない。そんな気がするのだ。アリステリへ行くことがあったら確かめてくれないだろうか。アリステルか。やはり難しいか。それは指輪か。ああ、サムラとのペアリングだ。あいつとの唯一の思い出の品なんだ。あいつを思い出すのが辛くてずっと外していたんだが、お前たちを見ているうちに不思議とまたつけてみようと思った。それからだ、サムラが眠りにつけていない予感を覚えたのは。そういうことだったんだな。わかった、調べてみよう。すまない、頼む。ここにサムラの魂がいるの。サムラは何と言っているんだ。奴らだ。奴らを許すなとエルムに伝えてくれ。なの。サムラは人間を恨んでいる。今の言葉をエルムに伝えるべきなのか。どうした。サムラの魂を送ってあげようとしたらどこかに行っちゃったの。どこかに行った。眠りについたわけじゃないのか。よくわからないけど、まだ眠ってなくてどこかにいる気がするの。他にサムラが恨んだり気にするものがあってそこに行ったのかもしれないの。ここはフェンネルのラボだ。フェンネル以外にサムラの死に関わった者がいたとすれば、サムラはそこに。サムラの魂なの。こんなところにいたの。サムラを殺した主犯は間違いなくヒューゴだからな。だがここでサムラは俺たちに何を伝えようとしているんだ。まさかまたさっきみたいな恨み事を。この指輪はエルムの言っていたペアリングか。でも傷だらけなの。それだけサムラが辿った運命は過酷だったんだろう。これエルムに返してあげるの。わからない。彼女がこれを見て何を思うか。魂が消えていくの。サムラの魂は救われたのか。サムラ、とっても安らかな感じだった。サムラはこの指輪を俺に見せたかったのか。サムラの魂が安らかな眠りにつけているのならいい。だがあいつの魂はまだ安らかな眠りにつけていない。
そんな気がするのだ。アリステリへ行くことがあったら確かめてくれないだろうか。サムラはこう言っていた。人間は欲深い奴らだ。奴らを許すなと。あのサムラが、まさか、なんということだ。君の一言がセレスティアの行く末を変えてしまったようだね。それだけサムラの言葉は彼女にとって衝撃だったんだ。確かに死ぬ間際サムラは強い恨みに囚われたかもしれません。しかしそれが必ずしもサムラの真実とは限りません。本当に伝えるべきことは他にあるのではないでしょうか。やり直すんだストック。君ならできる。サムラの魂が、サムラの魂、この指輪を見てくれ。サムラの指輪、こんなに傷だらけになって。いや待て、これはただの傷じゃない。文字が彫ってあるんだ。文字？サテロスに、人間に、我が出会った全てのものに限りない感謝を。サムラらしい言葉だ。たとえ殺され死に際に恨みを覚えることがあったとしても、それに押し流されないようにこの言葉を彫ったのだろう。これは単なる感謝の言葉ではない。これはサムラの強い決意。そしてあいつはその決意のもとに生き抜いたんだ。そうだ、ありがとう。やっと気持ちが収まったよ。私もこれからはサムラと同じ決意を掲げて生きていくつもりだ。その指輪はあんたに返しておこう。いや、今はお前が持っているべきだ。ヒストリカと共にある方が本望だろうからな。戦いが終わり平和になったら、その時は私のところに持ってきてくれ。分かった。それとこれはお礼だ。無理な頼みを聞いてくれてありがとう。さっき族長さんとちょっとした話をしたんだが、ここにはたくさんの特産品があるらしいね。そうだな、バノッサたちが各地で売り歩くくらいだ。その中にセレスのドレスという服があるらしいんだ。それを聞いた途端、秘書の女の子に買ってあげようかと思ったんだけど。ラウル、あんた。思えば僕も彼女も仕事ばかりだった。
気の利いた贈り物の一つもしたことがなかった。彼女が死んだ今頃こんなことを思っても仕方ないんだけどね。それで過去が変わるわけでもないことだし。あんたの後悔はよくわかる。その気持ちが言えるよ。できるだけのことをしてみる。よくわからないけど君が頼もしく見えるよ。君がみんなからリーダーとして慕われるわけだ。あの、いや、こちらこそ助かっている。例の品？はい。いや、その気持ちは嬉しい。ありがたく頂戴させてもらう。はい。おや、どうかしたのかな。今日は秘書はいないのか。ああ、今は用事を頼んでいるからね。彼女がどうかしたのかい。任務先で珍しいドレスを手に入れた。いつも世話になってる彼女にあんたから送ったらどうだ。それは嬉しいね。でも高かったんじゃないのかい。たまたまお礼の品としてもらったものだ。俺には使うあてがないからな。そういうことならありがたくいただくよ。彼女が戻ってきたらストックからのプレゼントだと渡しておこう。それはやめておいた方がいい。あんたの手柄にした方が彼女も喜ぶ。そうか、分かったよ。ありがとう。しかしこんないい品物をもらいっぱなしというのは気が引けるね。こんなものでよければ受け取ってくれるかい。僕からのお返しということで。思えば僕も彼女も仕事ばかりだったからね。気の利いた贈り物の一つくらいしてあげるべきなんだろう。ガフカが金を破ってもこの里に帰る気になったのはお前さんのおかげだろうな。そんなお前さんにだから聞くのだが、ガフカの強さにさらに上があるならお前さんはそれを欲するか。ブルーとの戦いの極意は剣と木。その二つを極め迷いを断ち切った者をわしらは重神と呼ぶ。重神となる儀式は伝わっているが、未だ重神になった者はいない。正直重神の力がお前さんの助けになるかはわからん。だがもし求めるなら探すがいい。この里から持ち去られた重神の爪を、その品を手にし、このフォルガに帰ってきたら、その時は儀式を考えよう。ガフカもそれでいいか。お前自身、重神というものに興味もあるのか。それはもちろん。重神は伝説でのみ語られる最強の戦士。ブルートで憧れない者はいない。かつて戦士長であるベルガ殿の兄弟子が重神の爪を授けられた。その方はグランオルグ人の友を助けるためグランヘーゲンの戦いに参加した。その戦いで命を落としたのだ。千人のアリステル兵を道連れにしたと語られている。まさに一騎当選か。伝説となるのも当然だろう。
それ以来重心の爪は失われたが、もし探すなら戦場となったグランヘーゲンを中心に調べるといいかもしれない。これは様がベルガ氏の兄弟子ゴールダか。ああ、いかに。そうか、いいか、心を捨てるか。それはまさに重心の爪。ついにその宝がこの里に帰ったか。それを里に返すお前さんにはもう重心が何たるかは知っておろう。儀式はいつでも行える。どうするか決めたらまた来るがいい。儀式の場へ参ろうか。重心になるとは、心を捨て敵を撃つ獣になることを意味する。お前さんは人としての生活、幸せを捨てることになるだろう。ガフカよ、それでも重心になることを願うか。撃たねばならぬ敵を撃つため。そうか。では重心の爪に願え、闘志ガフカよ。戻ってきましたね、ストック。僕の知る限りではガフカは歴史上二人目の重臣のようだ。先代も壮絶な最後を迎えたみたいだ。あの力の出どころはともかく、何だってあんな力が必要だったんだ。うん、きっと人を超えた力と戦っていた時代がこの大陸にもあったってことだね。人を超えた力。うん、僕らのようにね。儀式の場へ。
前さんならそう言うと思っておったところだ。お前さんはいつもわしの迷いを断ち切ってくれる。それでは。はい、わしは重臣にはなりません。心を持たぬ獣になることを恐れたか。いえ、人の戦いを人以外の手に委ねてはなりません。うん、良い答えだ。人のまま強くなるがいい、ガフカよ。これを持っていけ。人の知恵で作られた獣の力を持つ武具じゃ。ちょっといいかな。レイニーの様子、なんだかおかしいと思わない？レイニーが？僕もうまく言えないけど、キレがないっていうか、元気がないっていうか、僕の気にしすぎかな。いや、付き合いの長いお前が言うんだ。それに、お前の人を見る目は俺よりもしっかりしてる。そうかな。それなら嬉しいけど。じゃあストックさえ良ければ相談に乗ってあげてくれない？それでレイニーを元通り元気にしてあげてほしいんだ。わかった、気にかけておく。ありがとう、ストック。多分今頃宿の方に行ってるんじゃないかな。レイニーのことよろしくね。何か悩みでもあるのか？何を？突然何を言い出すのよ。俺でよければ相談になる。ストックに相談か、うん、それじゃちょっと聞いてもらおうかな。ああ、知り合いの話なんだけどさ、すごく変わったやつなんだ。あまり自分から話さないから何を考えてるのかわからない。何も説明せず無茶ばかりやって、一人で父に向かっている。そいつは腕っぷしも強いからみんな心配するなって言うけど、私はそいつのことが心配でたまんないんだよ。困った男だな。だがそう生きるにはそれなりの理由があるんだろう。心配する前にそれを考えてやればどうだ。そんなの何回も考えたよ。でもそいつは何も話してくれない。落ち着け、レイニー。ごめん。いや、いい。お前はその男が本当に好きなんだな。好き、そうだね、そうかもしれない。ずっとごまかしてたけど、ストック、やっぱり私あんたが好きなんだ。知り合いの話じゃなかったのか。うん、こういうの初めてで、言うかずっと迷ってたけど、やっぱり言うよ。ねえストック、私も傭兵なんて危ない生き方してきたけどね、最近ストックの戦い方を見てると思うんだよ。他の道、戦う以外の道があるんじゃないかって。黙ってストックの手伝いをしてたらよかったのかもしれない。でももう嫌だよ。デイニー、ストックが何のために戦ってるのかは知らない。でも他の方法を
私と探してみない？無理に戦場に立つことなんかないじゃないか。私と一緒に剣を捨てよう。お願い、ストック。わかった、レイニー。俺も剣を捨てよう。本当なの？だが、俺は戦いしか知らない男だ。こんな俺でもいいのか？そんなの、私もだよ。傭兵以外なんかしたことなかった。だから、二人で一緒に探していこうよ。二人で平和に過ごしていく道をさ。そうだな。二人で探そう。ありがとう、レイニー。一緒に来てくれるか？ストック。戻ってきましたね、ストック。まさか君が目の前の問題を投げ出すとは思わなかったよ。でもこうして帰ってきてくれて本当によかった。さあ、世界を救う旅を続けましょう。頑張って、ストック。知り合い。すまない、レイニー。俺はこの生き方をやめるつもりはない。すべてが終わるその時まで。ごめんね、困らせちゃって。でもありがとう、たくさん考えてくれて。悪い。なあ、謝らないでおくれよ。その生き方がストックなんだもん、しょうがないよ。でもさ、もしストックの目的が果たせたら、その時はもう一度私のことを考えてくれる？ああ、戦争が終われば剣を捨てざるを得ないだ。その時は俺に戦い以外の生き方を教えてくれ。本当に？よーし、それじゃあその時まで私がストックの背中を守るよ。よろしく頼む。約束だからね、忘れたら容赦しないよ。忘れない、約束だ。先の約束ってなんだかこそばゆいね。ストックとちゃんと話せて本当によかった。さあ、これからもよろしくね。レイニーと話したの？どうだった？悪いが話すことはできない。だが、もう大丈夫だ。そっか。ちゃんと話できたんだね。レイニー、元気になった？ああ。切りかけてくれたのに、話せなくてすまない。そんなのいいって。それに、なんとなくわかってるしね。ストックもレイニーもちゃんと考えてここにいる。旅を続けてくれる。僕はそれでいいと思うんだ。お前の気遣いにはいつも助けられるよ。気遣いついでにこれ
ストックからレイニーに渡してあげてほしいんだ。レイニーこういうの好きだからずっと探してたんだ。これで元気が出るといいんだけど。それならお前から渡せばいいんじゃないのか。だってちょっと照れくさいじゃない。あ、僕が心配してたって話はレイニーには内緒だからね。ありがとう、マルコ。おう！リッキー、ここで何をしているんだ。ヒヒン。シグナスのためなら手伝おう。よし。うん。ふう。スパイ。ガーランドのためにそこまで考えてたとは見直した。それでスパイの目星はついているのか。そしてミメルじゃない？え？それは僕のセリフだよ。アリステルの料理屋で働いていたんじゃなかったの？うん。それにしてもびっくりだよ、こんなところで会うなんて。僕がこの町に来たのだって偶然みたいなものなのに。どんな仲なんだ。ミメルはね、元傭兵だよ。だけど戦闘で大怪我をしてもう満足に戦えないんだ。僕がハイス様に拾われてアリステルに行くことになった時に誘ったんだ。一緒に働かせてもらおうとハイス様にもお願いしたんだけど、戦えないんじゃ情報部は無理でさ。それでアリステルの料理屋で働くことになったんだ。どうしてシグナスにいるんだ。そんなの僕だって知らないよ。ストック、何を疑ってるの。リッキーから聞いたスパイの話を思い出していた。ストック、いくらなんでもひどいよ。ミメルがスパイだなんてどこにそんな証拠があるんだよ。ミメルはどこだ。うん、さっきのやつとは誰だ。詳しく教えろ。サムライと。はい。はい。
ひょっとしてミメルじゃない？それは僕のセリフだよ。アリステルの料理屋で働いていたんじゃなかったの？つまりスパイにスカウトされたのか。ストック、いきなり何を言い出すんだ。悪いなマルコ、だが証拠があるんだ。この手紙を読んでみろ。手紙？え、ミメル宛てにヘルスパイダーの襲撃を知らせる手紙。これどういうこと？彼女がシグナスを狙うスパイだという証拠だ。あ、嘘だよねミメル。だんまりか。事実だと認めたようなものだな。あんたを捕らえる。ストック、頼むよ、彼女を見逃して。捕らえられたスパイがどうなるかストックだって知ってるよね。それに正体がバレた以上、もうスパイは続けられないじゃないか。ねえストック、お願い、助けてあげて。悪いがマルコ、それはできない。ここで逃がせば彼女の雇い主は別のスパイを使うだけだ。あ、それは、ううん、ミメル。行くぞ。戦争を終わらせるんだ。なぜだマルコ、お前が裏切るとは。ずっとこの時を待っていたんだ。君を傷つけることだけが今の僕のすべて。どういうことだ。シグナスでスパイをしていたミメルを覚えてる？ストックに捕まえられたよね。ひどい取り調べを受けたらしくてね。彼女自ら命を絶ったよ。ストックも分かっていたはずだ、捕らえられたスパイがどうなるか。戻りましたか、ストック。危ないところでしたね。君の決断はシグナスのことを考えるならば当然だったと思う。でも心では割り切れない人がいたってことだね。
あの時の決断が失敗だったのなら、その決断を正せば歴史は変わるでしょう。ストック、頑張ってください。あ、これ以上シグナスでのスパイ活動を許すわけにはいかない。あんたのことはガーランドに報告する。そんな、ストック。だがマルコの仲間を売り渡すつもりもない。あんたの雇い主の名前を言え。そうすれば見逃してやる。ありがとう、ストック。ミメル。ミメル、そんな、そんな。マルコ、殺人病なんて、せっかくストックが見逃してくれたのに。運命には逆らえないにしても、これはあんまりだ。分かったよ、ミメル。僕のするべきことが世界の砂漠化を止めないとね。君が身をもって教えてくれた。それまで泣いてなんかいられない。マルコ、大丈夫、泣かないよ今はね。それよりこのことをリッキー君に報告しよう。前に話していたスパイのことだが。お前ら、こんなところで何やってるんだ。ストックに話したのか。余計な手間をかけさせまいと黙っていたんだがな。それで、見つかったのか。酒場にいたミメルという店員だ。だが、もうすでにない。砂になった。砂人病ってやつか。雇い主は分からなかったが、そこに伝令が来ていたのは確かだ。指示を書いた手紙もある。なるほどな。分かった、酒場の店主に見張らせよう。いろいろと世話になるな。そうだ、礼と言ってはなんだが、これを受け取ってくれ。ありがたく使わせてもらおう。おい、リッキー、お前にも礼を言っとくぞ。ありがとよ。おう。よいか。よいか。しまった。元気になるの。
るな。Thank you.
すまない。しまった。あとは頼む。しまった。すまない。すまない。行けるな。